次はね、ミディアが明日やるって分かってるから、そうですね、出しやすいけど、じゃあ宿題を考えたいなって。靴、ごめんなさい。何宿題、でも私一応考えてきたのは、何ですか、本当ツインテールほど面白くはないんだけど、ツインテール本当につまんないですよ、本当申し訳ないです、そう、面白くはないんだけど、うん、なんか一番好きな食べ物と一番嫌いな食べ物を教えてくださ い, みたいな。いいですね、なんかそう、知らないかもしれないです、ね、意外とミリア何が一番好きなんだろうなってふと思って、確かに 何好きだと思う、ミリア、さっきアイス食べてました、あ、アイスが好きなのかな、どうなんですかね、アイス、あ、でもプリン会っていうのやってるからプリンが好き、確かに甘いものですかね、かな、え、嫌いなものなんですかね、嫌い、そうですね、パクチーパクチーでも好きそうじゃないですか、あ、じゃあ確かに流行には乗りそうな、でもパクチーってあれなんだっけ、カメムシの味するんだって、私苦手ですよ、苦手、食べれます、食べれない、食べれないですよね、カメムシって知る前から食べれなかったから、まあよかった、カメムシ食べたことないですよ、ね、なんか本当カメムシ食べたことある方がカメムシと同じ味がするって言ってて、衝撃的、カメムシを食べたことある方あ、そう、虫好きというか、うん、あ、いますよね、たまに、そう、ラジオで聞いた、そうなんですね、じゃあそれでいいかな、書く、え、書いていいですか、じゃあ、なんて書いたらいいんでしたっけ、一番好きな食べ物と、一番好きな食べ物と、気になりますね、うん、ごめんなさい、私めっちゃ字汚くて、大丈夫、私の字だって思うと思うから、いやいやいや、申し訳ないです、一番好きな、嫌いな食べ物、でもなんか珍味とかも好きそうじゃないですか、あー確かに、なんか当たり目食べてそうでもなんかちょっとわかります、うん、な、見た目によらず意外と、なんていうの、ボーイッシュっていうか、そうですよね、ところもあるし、なんか意外なギャップがあることかと、うん、あ、うん、あー、ごめんなさい、あ、手が届かない、全然全然全然じゃあこれですね、書き終わりだ、一番好きな食べ物と一番嫌いな食べ物はで、ミリアに答えていただきたいなって思います、お願いします、はい昨日の昨日の配信メンバーがコトコだったんですけど、なんかコトコから宿題をいただいてるみたいなので、こちら、一番好きな食べ物と一番嫌いな食べ物、コトコはちなみにチーズが好きらしいです。私はなんだろう、好きな食べ物を、好きな食べ物はセブンイレブンの生ハムが一番好きです。で、嫌いな食べ物はアボカドです。はい、以上なんですけどなんかもうちょっとこれ欲しいってあります？皆さん。あ、そう、あのね、アボカドが嫌いになった理由は、アボカドはもともとすごい好きだったんですけど、なんか小学校の調理実習で、なんか1班2班3班4班6班みたいなのあったんですけど、6人ずつでグループで分かれて、それぞれ好きな食べ物、得意料理を作ってくるっていう授業だったんですけど、一人の子がアボカドをメインの料理を作ってきて、その時初めて食べて美味しくて、あ、美味しいと思ってアボカドすっごい食べたら、すっごい食べ過ぎて超嫌いになっちゃったっていう、なんか食べ過ぎて嫌いになっちゃった感じ。あ、苦手な人意外と多いですよね。アボカドサーモン、アボカドサーモンってあるの。あ、ちなみにラーメンも大好き。ラーメンは豚骨ラーメンとか、なんかそういう系、なんかこってりしたもの、担々麺も好きです。この間セーラームーンの舞台があったんですけれど、その時の、稽古の時に、毎回稽古帰りにいつも梅澤美波ちゃんと近くの
稽古場から近いラーメン屋さんがあって、そこに本当夜の10時とかに行ってた2人でっていう感じですね。以上です。